こんばんは。はい。そうそう。はい。
そういえば、あ、行きましょう。急げ、時間がないぞ。気をつけろ。気合い入れろよ。ああ守備は特艦ですか。いけるか。よろしくな。炎の印にかけますぜ。ほら手を動かせよ。やってるな。あ、先輩、そうして。どうだ。朝までには必ず。頼もしい。いざという時頼りにしている。夜明けとともに作戦開始だ。長丁場になりそうだな、じいちゃん。日暮れまでには終わらせるぞ。大砲とバリスタでマグダラウスを攻撃。体力を減らせ。負傷した者は後方のキャンプで体勢を整えろ。行くぞ。気合い入れろよ。
マグダラウスの拘束に取り掛かるぞ。各自、単発式拘束弾を用意。登れ。単発式拘束弾は障壁の上だ。用意できた。バリスタで撃て。減らせ。マグダラオスが第一障壁を突破します。マグダラオス第一障壁を突破しました。では次の作戦に移行する。ハンターたちに次ぐ翼竜を使い至急マグダラオスの背に移動しろ。な、行くぞ。各所の翼竜の止まり木に急げ。了解。乗り込むっすよ。ここからが正念場。相棒、頑張ってください。行くぞ。マグダラオスの背に到着。指示を。奴の排熱機関を探せ。そこを叩き体力を減らすぞ。相棒、吹き出すマグマに気をつけてください。排熱機関を発見。攻撃してください。
前に到着しました。よし、高速を開始する。単発式高速弾を用意。大丈夫ですか？私はマグダラウスの外郭上に急げ。モンスターです。外郭上に未知のモンスターが現れました。バリスタ隊は援護の準備。ハンターたちは至急外郭上に向かえ。援護了解。よし、今から向かっす。相棒、気をつけてください。これは宝石の主。
間がない、再配置だ。よーい、やれやれ、年かな。一同揃っているな。それでは状況を整理しよう。ゾラ・マグダラオスですが、大峡谷を越えた後は観測不可により動向不明、行方知れずです。ですが向こう側で痕跡を探…これについては調査班か奴の起こした地殻変動の影響で大峡谷に亀裂ができた。この亀裂を通り抜ければ俺たちも向こう側に行けそうだ。では補給班からも報告です。捕獲のために用意した物資ですが、先の作戦であらかた使い果たしてしまいました。もし再びゾラ・マグダラオスを発見できたとしても、同様の規模で何らかの作戦を行うことはこのままでは不可能です。うん、総司令どうします？よし、船ですかい？大丈夫なんですか？今は海も空も。どのような状況であろうとも、我々はこのまま調査を続行するとギルドに。その上で彼らの判断を待とう。船長、やってくれるな？任せてくれ。大峡谷に亀裂ができたことは文字通り活路が開けたと言えるだろう。よし、亀裂を通り抜けた先でゾラ・マグダラウスの痕跡を探すんだ。それでは君たちに、導きの青い星が輝かんことを。以上、解散。探索で大峡谷に行きましょう。私も一緒に行きます。
うしよう。探索で大峡谷に行きましょう。私も一緒に行きます。装備の調子はどうだ？